社会的スティグマとは一般と異なるとされることから差別や偏見の対象として使われる属性及びにそれに伴う負のイメージのことを指す。社会的スティグマは特定の文化、人種、ジェンダー、知能、健康、障害、社会階級、また生活様式などと関連することが多い。社会的スティグマの研究に努めたアービング・ゴッフマンによると スティグマとは、ある特性が恥ずべき特性だということをもとに、個人が、社会の一員として受けるべき尊敬が否定され、その社会から受け入れない状態のことをという。それには、身体的変形、精神異常、投獄、麻薬常用、アル中、同性愛、失業、自殺企画、過激な政治運動などから推測される性格の異常、民族、国家、社会の階級、 宗教などにの特性がある。日本では、大谷藤郎の現代のスティグマ、ハンセン病、精神病、エイズ、難病の患難で知られるようになったが、ハンセン病に関しては古くは、鶴崎清志族が記載している。スティグマは、必ずしも、個人の属性を正確に捉えるわけではなく、誤った知識により、レッテルが貼られることもある。例えば、アメリカにおいて、 イスラムホビアと、それに伴う、差別の悪化により、他教徒であるシー教が、スティグマ化され、迫害されている。スティグマ化された集団の印象は、ステレオタイプとして、拡大解釈され、その集団に属する個人の性質に忠実かどうかに、かかわらず、先入観を持って接せられる。研究によると、ほとんどの子供は10歳になる頃には、社会に存在する。 文化的ステレオタイプを認識し、その中でもスティグマ化された文化に属す子供はさらに幼い年齢からその影響を認識していると報告された。スティグマを課されたことにより、個人の行動や態度、また感情や思想にも影響が出ることが報告されている。研究によると、スティグマを課された人は、社会がそのスティグマから期待するような行動や態度に自ら合わせる傾向があるという。 スティグマは偏見や差別を引き起こすことから、相鬱などの精神障害の原因となり得ることも報告されている。また、自尊心を低下させるなど、スティグマは個人のアイデンティティに大きく影響をもたらす。差別や偏見に対する恐れから、スティグマ化された自身のアイデンティティを隠したり、消そうとすることにより差別が内面化されることもある。このようなスティグマとアイデンティティの関連性は、 社会学のラベリング理論と関連して広く言及されている。スティグマの語源はギリシア語で奴隷、犯罪者、反逆者などにつけられる楽園のことを指す。楽園を押された人が反動特的であったり、汚れているということを明確にすることを目的として押され、楽園を押された人との交流は避けるべきだという社会規範が背景にはあった。後にカトリック教会では、 十字架上で死んだ、キリストの五つの傷と同じものが、聖人イコールカリスマに現れるということから、成婚の意味に転化した。このような由来を持つため聖王では、日常語として使われている。特に社会学用語としては、アービング・ゴフマンが使ったことで、一般的となった。欧州中世のハンセン病患者自身が持たされたその存在を知らせる、ベルフーは、 精神保健政策のファクトシートにおいて患者や患者家族へのスティグマ、差別は人々を精神障害の治療から遠ざけるとし精神保健政策への取り組みを呼びかけている。HIV 陽性者やエイズ発症者は社会的スティグマによって様々な形の差別や偏見、暴力にさらされている。現在では早期に高レトロウイルス薬治療を受けることにより感染者は 非感染者とほぼ同じ平均寿命を持つと言われている。また治療によりウイルス量が検出限界以下になることでコンドームを使わない成功でも HIV の感染はしないとされている。このような HIV、エイズ治療の進歩の反面、スティグマによる差別や社会的な排除は根強く続いている。2017年には 日本の病院が不当に HIV 感染者の採用内定取り消しを行った事例もある。2020年には HIV 陽性を理由に患者の診療を拒否した歯科クリニックに対して診療の拒絶は正当な理由がないとして賠償命令を命じる判決が出た。このようなスティグマを課されることを恐れて HIV 検査を受けなかったり抗ウイルス治療を受けないケースもあり、 スティグマによる HIV、AIDS の深刻化やさらなる感染の拡大も指摘されている。また、HIV の主な感染経路は異性感染交渉であるのだが、今でも一部では HIV、AIDS を同性愛や特定の生活様式と関連して認識されることがある。そのことから HIV、AIDS に伴うスティグマは実情に関わらず、 同性愛や常駐薬物使用者に対するスティグマが複装して課されることがある。HIV、AIDS に伴う社会的なスティグマを解消するための取り組みとして世界エイズデーなどがある。HIV、AIDS や SARS の流行とスティグマの研究から感染症の流行に伴い感染リスクの比較的高い特定の行動や業種。 もしくは関連していると認識された集団に対したスティグマ化が行われる危険性があることが知られている。2019年年末から起こった新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い感染症に関連しているという印象から特定の集団がスティグマ化される事例が発生した。最初の症例が中国で確認されたことをもとにヨーロッパや北、 アメリカではアジア系住民に対するスティグマが形成され、場合によっては差別や暴力事件へと発展した。また、医療従事者や宅配員、接客業に従事する人など感染リスクの高いとされる職業に就く人がスティグマ化されている。フーは各国政府や報道関係者に対して感染者を責める表現を使わないなど、スティグマ化を防ぐためのガイドラインを発表した。 日本における夜の街のスティグマ化2020年4月23日外出自粛要請後の歌舞伎町日本で市中感染が広まると多くの感染経路は不明確であったが特定された感染源に対しての非難が集中した東京都は2020年3月30日の記者会見で夜間から早朝にかけて営業する接客業をまとめて夜の街と呼び 小池由里子東京都知事は都民にそういったところへの外出自粛を要請した。以降、小池都知事は夜の街要注意と書かれたボードを使うなど、たびたび夜の街が感染源であると強調し、それは広く報道された。また6月に入り、東京都に東京アラートが発動すると、都は、歌舞伎町や六本木の繁華街に対して見回り会を結成すると発表した。 このような夜の街を仮想的とした印象付けは、スティグマを助長すると指摘された。早稲田大学政治経済学術院の田中美紀人、准教授は夜の街での感染拡大が強調されることで、病気の蔓延がそこで働く人たちの責任だという論理を作り出す危険性があると指摘した。小池都知事は7月3日の記者会見では、すべてのお店で、 夜の街危ないと言っているわけではございませんと発言し感染症対策ガイドラインを遵守している店舗についての注意喚起ではないとした。また3月に厚生労働省が発表した休校児童の保護者に対する休業支援金においては風俗関係者が公金を投じるのにふさわしくない業種として暴力団員と並んで不支給対象として挙げられた。これに対し 合法的に営業する事業や労働者の職業差別に当たるのではないかという批判が集まった。セックスワーカー当事者団体スワッシュは厚生労働省に見直しを求める要望書を提出。厚生労働省は4月7日のプレスリリースで保証対象に風俗関係者が含まれる用紙給与量を見直したと発表した。ありがとうございます。